こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は3月のガチャ、結局どれを引くべきなのか優先度解説。はい、ということでですね、今回の動画は毎月やってることではあるんですが、3月、今回ね、3つのガチャ実装されました。その中で果たしてどれをね優先的に引くべきかどうか悩んでる方いっぱいいると思うんですよ。この最後のね日向の、ガチャマンが出るまで、待っていたという方もね当然いると思いますので、はい、今回の動画はこの3つのガチャすべてね簡単に解説してから最後にまとめというところでやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ただね、僕の途中の簡単な解説も長いと感じた方は最後のまとめだけ見ていただければ分かるようになっているので、ちょっとだるいなという方はぜひ飛ばしていただいても構いません。はい、ということで早速ですね、まずおさらいというところでリチの影響勢力スカウトパート1スカウト見ていきましょう。まず、過去のディアブロからちょっとお話ししていこうかなと思います。こちら、過去のディアブロですが、今回この3月からですね勢力という新しいアップデートが行われて、初の、勢力バフというものを持った、キャラクターが登場したというわけです。でそのリッチの、影響勢力に対するバフとして水属性のダメージ 60% アップ、なおかつ攻撃力と防御力 20% アップっていうね、結構今まででは考えられない破格な倍率を持ったバフがね、くっついているわけです。はい。で、これがですね、ディアブロ以外のこの戦闘員、アタッカー、普通に使えるアタッカーで、このリムルが水属性で、配布のゴブタ君が、また水属性で、この後出てくるアルビスが闇属性というところで、水属性に対して、その、等倍だったんだよね、属性が。なので、実質弱点ダメージが 1.5 倍って考えると 50% なんだよね、要するに。で、こっちが一応、水属性に対してダメージ威力が 60% アップということなので、普通の弱点ダメージよりも若干こっちの方が、火力が出るよっていう調整になってて、まあ、ほんの少しながら、まあ、インフレしたのかなっていう感じがあったんですけど、まあ、この後出てくるね、3つ目のガチャで、日向がなんと風属性で、水属性に対して弱点ダメージが出せてしまうということで、その、要はこの元々あるディアブロのバフ、プラス弱点ダメージ分の 50% がさらに上乗せされた形でダメージが出るので、そういった意味で、このディアブロと一番相性いいのが、リムルと思いきや実はリムルではなくて日向と一番相性が良かったりします、今回の、ガチャに関してはね。なので、日向にとってはディアブロが必須だし、ディアブロ引いたら日向も欲しくなるよねみたいな、そんな感じの関係性だと思っていただければ OK です。であとディアブロのカゴスキルについてですが、こちら敵全体の奥義耐性ダメージ耐性をバトル終了まで 5% ダウン無限加算、これレベルマックスで 10% ダウンずつだね、加算されていくということです。でまたスキルコスト上限バトル終了まで30アップ、最大999まで、過去の魔装甲のスキルポイント増加量バトル終了まで 100% アップ、最大 500% までということで、まあこれ自体は他のカゴキャラでも全然代用できます。1月の光のシュナであったりとか、あと水着のミニムとか、そういったキャラ、あとはまあちょっと違うけどベルドラとか、ああいったキャラも似たようなね、チャージ型の、カゴということになってるんで、ああいったキャラで代用ができてしまうので、このカゴスキルだけ見ると必ずしも、ディアブロは必須じゃないのかなというところですね。なので、ディアブロがいるかどうかはこのリッチの影響パーティーを使うかどうかっていうところに、焦点が当たってくるんじゃないかなと思います。そもそも皆さんリチの影響パーティーって必要なのかどうか改めて考える必要あるよね。要はこのリチの影響が一番活躍できるのってどこかって言ったら今月のクエストだね、すべて東波戦にしても、あとこれから出てくる武勇祭にしても、あと高難度クエストとかね、まあ、そういったところでリチの影響パーティーが非常に活躍できるような、3月の状況になっているんで、まあ、それらを考えて引くかどうか、考えるんじゃないかなと思います。はい、であと戦闘キャラのリムルについてですが、まあ、こちらはまあ物理攻撃の
攻撃成長型ということになってて、もちろん勢力はリーチの影響が入っております。でこの統率者と八星魔王オクタグラムについてはまた、今後ですね、この統率者とオクタグラムにバフがかかるような過去キャラが出てくると思うんで、それまではちょっと、ここら辺空気ですけどね。はい。でこのリムルで重要なのは、まあ、極み奥義もついてるっていうところ、まあ、極み奥義は今の現状でいうと水属性の全体物理奥義キャラで見ると最強キャラということになります。ただその水物理の全体奥義を生かすクエストがあるかって聞かれるとないです。現状ね、武勇祭でおそらくターンリミットで複数祭出てくるところあるんじゃないかなと思うんですけど、今んとこそこぐらいで、まあ別にこれといってそのどのクエでもこれが必須っていうところはないので、はい、単純な火力で見るとね、単体奥義であるアルビスとかヒナタとかに負けてしまうっていうところが難点では一応ありますね。はい。で、一番リムルのポイントとしてやっぱ戦闘スキル1、これが味方全体の物理攻撃が一旦 65% アップ、敵全体の物理攻撃耐性一旦 20% ダウンと、レベルマックス時ね、で消費ポイントが80になるので、これが非常に強い。これ現状だとあのリムルの唯一無二のスキルになっているので、まあ、魔法攻撃バフとかはね、結構いろんなキャラ持ってたりとか、過去の ベルドラでも魔法攻撃バフとか、そういったものできるんですけど、ちょっと物理がだから、なかったんだよね。誰でやんのっていう感じだったんだけど、ここに来てリムルに実装されたので、今後、まあ、リチの英気パーティーに限らずですね、物理パーティーにおいて、このリムルのバフ、を使うためにパーティーに組み込むとか、そういった場面も出てくるんじゃないかと思う。であと2つ目のスキル2に関してもですね、奥義を加護に変換ということで非常に汎用性の高いスキル構成になっているんで、今回のリチの駅パーティーに限らず、汎用性の高いスキルとしてリムルをゲットしておくっていう手も全然ありです。今後を考えればね、まあ次回の属性とか物理なのか魔法なのかもちょっと何とも言えないところではあるんですけど、使い道は将来どんどん増えていくと思っていいですね。はい。なので結構優秀なスキルだと思っていいです。はい。そして次がアルビス。はい。こちら闇属性の物理攻撃タイプということになっていて、まあ勢力は先ほどと同じくリッチの影響はもちろん入っている。そして十字の誇りだったり霊言精神、下2つは今のところ使い道はありません。で、こちらスキル内容がまず奥義、敵天体に対して通常ダメージの720%の闇属性物理攻撃、これ極み奥義発動した時ね、この倍率が闇属性物理界での中であれば最強格ということになります。ただ闇属性物理がですね、現状使えるかというと基本リチの英気パーティー以外だと使えないです。なんでかっていうと、さっきちらっと言った1周年の闇ベルドラを筆頭にですね、闇属性の魔法パーが今強いんだよね。なので闇物理パーを活かせる場面がないんですよ。普通に闇属性物理パー使おうと思ったらそれ魔法パーでよくねってなってしまうので、じゃあアルビスどこで使うってなったら、やっぱもうリチの英気パーしか行き先がないという感じなんですよね。アタッカーとして見た場合は。で、そんなアルビスなんですけど、スキル、見ていくとですね、このスキル1が消費ポイント80で、味方全体の貫通率一旦 100% アップに、敵全体の貫通耐性一旦 50% ダウンというところまで成長するので、現状の貫通バフデバフのスキルで見ると最強ということになります。これがね、倍率的に見ると。ただ、コストが重かったりですね、同じようなバフデバフができるキャラ、他にも何体か実装されているので、同じ闇属性の物理パで言っても、シオンが持っていたりとかね、するので、わざわざアルビス引いてやることかっていう感じがね、正直、特に無課金税とか美課金税の人だとそういった気持ちになってしまうと思うので、そういった方はわざわざ引く必要がないと思います。もうすでに持っててもさらに倍率を求めてアルビスをゲットするっていう、まあ課金税の人だね、エリート課金税の人は入手してもいい、実質こっちがアルビスが上位互換みたいな、形になるので、ただコスト重いからね、上位互換とも言えないんだけど、過去のチャージ型編成、今回のディアブロとかみたいなチャージ型編成じゃないとうまいこと使っていけないと思うので、ちょっと
まあ、そういった意味では汎用性高い代わりに倍率が高めかなっていう感じの、スキルです。でスキル2についてはかなり汎用性高い技能加護に変換、ただ技能加護変換に関してもいろんなキャラでできるからね、一番使われているところでいうと水着のリムルとか同じ変換スキル持ってるんで、こっちもまあアルビスでやる必要ないかなみたいな、人はいると思うんで、そういった方は普通にスルーしちゃっていいと思います。はい。で、そして最後ですね、まあ、これまた昨日の解説動画でやったばかりではあるんですが、実際使ってみた動画もね、アップしたので、まあ、それをやっぱり踏まえての意見というか、まあ、解説動画と結局変わんなかったけどね、使ってみた動画の時とその感想というか思ってたことというかは評価自体は変わらなかったんですが、一応現状ですね、日向さんに関してはディアブロのところでも言った通り風の物理タイプで、なおかつ勢力がリチの影気勢力に含まれるので火力がとんでもないんだよね。リチの影気で水属性に与えるダメージ 60% アップ、なおかつ弱点ダメージでプラス 50% っていうね、倍率が加算されるので、昨日の使ってみた動画の火力見ればね、皆さん納得づくだと思うんですよ。なるほどねと、確かにこれはライムの言う通りだぜって多分みんななったと思うんですけど、つまりそういうことだね。ちょっと、どれぐらい火力出るのか疑問になってる方はね、ぜひあの僕の使ってみた動画見てほしいなと思う。すべて納得すると思う。なるほどなと、そういうことかとなると思う。でこのやっぱりでもこの強さっていうのが敵が水属性っていう前提条件があって、なおかつ加護のディアブロが前提っていうところがあるので、割とハードルが高い、しかも汎用性狭いので、そこら辺の注意はやっぱ必要なのかなというところがあります。でスキルに関しては奥義が、こちらもアルビスと同じく単体奥義で極み奥義で 735% までいくので、まあ、でも一応風属性の物理奥義キャラっていう目線でいくとこれ最強の倍率なんですよね、現状ね。あの風物理で他に白狼とか、そういったキャラいますけど、そういったキャラと比べても圧倒的に日向の方が強いので、まあその風属性物理が現状ね使えるかどうかで言うとまた別の話なんだけどね、また別の話になってしまいますが、まあ今後また風属性の、物理パ、加護が使えるキャラも、もしかしたら多分出てくるかなと思うんですけど、そういったところで使える可能性は全然あるよね。はい。であとスキル、こちらがまあ強いんだけど、リチの影気またはシズの石勢力の攻撃力一旦 60% アップ、自身の奥義の発動後のダメージ力一旦 40% アップ、コスト最大80だよねっていう感じのスキル持ちで、倍率だけ見るととてつもなく強いんだけど、ちょっと幅が狭い。このリチの影気またはシズの石勢力なんで、日向以外にも一応このバフってかかるんだよね、味方全体にかかるバフではあるんですけど、まあちょっと狭いかな。ただ本当にこれ日向だけの自己バフっていう意味、あくまで自分だけにかけるバフっていうところで割り切ってしまえば超火力は出るんだよね。風物理パでも日向だけ火力出ればいいやっていう考えであれば別にそれでいいんだよね。実際日向めちゃくちゃ火力出るから、今の現状のクエストだとね、他のキャラの奥義使わなくても日向だけの奥義で全然勝ててしまうの、余裕でオーバーキルしてしまうので、それでも日向だけでもそれを考えると、まあ別にいいのかなって気がする。別に日向にしか仮にねかからなかったとしてもいいんじゃないかなって気がするんですけど、まあどっちにしてもですね、ディアブロが必須感があるんで、ちょっとまあ範囲が狭いかなっていう感じですか。で通常のクエストにおいてもですね、あのぶっちゃけ日向が いらなくても勝ててしまうっていうところが、他のキャラでも足りてしまうっていうところがありますので、まあ、例えばね、たまたまガチャしてアルビスが当たった、リムルが当たったとかあると思うんですけど、それだったらわざわざ日向引かなくてもっていう話にも当然なってきますし、で一方で今まで本当にガチャ一つもしてこなかったよって人は、まあ日向の選択肢も当然入ってくるわけです。日向とディアブロさえ引けばもう別にアルビスとリムル引かなくても火力足りちゃうわけだから、そういった考え方もできるからね。まあ、ちょっとその辺は皆さんの手持ちの状況とかにも当然よって変わってくるんだけど、でちなみに日向がじゃあどこで一番使えるのかっていうと、やっぱ武勇祭になってくるわけですよね。火力が普通のクエストだと出すぎてしまう、オーバーキル気味になってしまうと。じゃあそのオーバーキル気味の火力、オーバーキルにならない唯一のクエスト、
武勇祭があるっていうね、ところなんです。武勇祭はダメージが出せば出せるほどスコアに加算されていくので、これがめちゃくちゃでかい。アルビスが闇属性で水属性に対して10倍のダメージだったところに、ヒナタに関しては弱点ダメージが乗っか 1.5 倍分が乗っかってくるから、もう弱点ダメージ分だけスコアの差となって出てくるわけだよね。そうなってくると武勇祭ガチ勢の方、例えば上位 0.5% 毎回入ってます、狙ってますみたいな人だと必須。多分、まあ、今回マジで 0.5% 以内ヒナタ持ってないと多分無理だと思うんで、実質人権キャラみたいなところあると思うんで、まあ上位例えば 3% とかね、 10% 以内入りたいです、 3% 以内入りたいですぐらいだったら全然ヒナタなくても、まあアルビス持ってれば OK だと思うし、単体奥義だからね、アルビスでも持ってれば、うん、全然余裕だと思うんで、まあ大丈夫かなと思うんですけど、だから武勇祭を意識するかどうかで全然話が変わってくるかなっていうところはあります。で、変換スキルは結構優秀なんだよね。星音キャラで全然代用できるけど、あの光の草加とか、それから空属性のフレイとかね、ああいったキャラでも全然代用できるけど、一応便利系スキルも持ってますというところ。あと特性も意外とね、戦闘キャラ3体以上編成し出撃した場合2ターン経過ごとに過去ゲージ3アップっていうことなんで、あの皆さんの手持ちによってはこれがあることで、2ターン目でね過去ゲージマックスまで貯めることができたりとか、そういった立ち回りも一応可能にはなったりします。はい、ということで、まあ長々と語ってきましたが、まとめ、結局3月のガチャどれ引くべき、優先度解説。はい、ということで、今月とりあえずね2つに分けたタイプね、多分 2つのタイプに分かれると思うんだよ、このゲームプレイしている人で。っていうのが、まず1つ目、3月の今月のクエストを全て制覇したい方、例えばあの踏破戦地獄級3まで勝ちたい、武勇祭もある程度の順位まで収まりたいとか、あとその他ね、あのミリムの挑戦状とかいろいろいろんなクエスト出てると思うんだけど、そういったもの全て制覇したいっていう方であれば、とにかくまず加護のディアブロを引く、であと次にヒナタを狙いに行く、でヒナタがもう当てて、あとちょっと石に余裕があるなと思ったらリムルとアルビスを狙いに行くみたいな、そういう流れでいいと思う。まあ、とにかくディアブロとヒナタさえ当ててしまえば火力が出るんで、まあどうとでもなりそうだなっていう気がします。はい、であといろんな編成で使えるキャラ、まあ要は汎用性の高いキャラが欲しいって人もいると思うんだよね。今月のクエはまあとりあえずある程度までクリアすればいいかなみたいな、あとは他のキャラ、次回以降ですね、来月以降も使えるキャラが欲しいっていう方であれば、まあリムルだね、圧倒的にね。これ物理攻撃バフ、現状リムルしか持ってないバフだし、物理攻撃パーティーであればどこでも使えていけるから、変換スキルも便利だし、ということでまずリムルだと貫通バフ要因として、アルビスだとヒナタとディアブロちょっと汎用性低いんで、こっちはまあ引かなくても別にいいのかなというところがありますね。はい、そんな感じです。とりあえずあの、まあ、とにもかくにもですね、武勇祭上位 0.5% 以内に入りたいという方はディアブロとヒナタ必須で、リムルに関してはスキル的に将来の物理パでもねどこでも使っていけそうだなというところで、あのもしかしたらね次回以降の武勇祭の物理パでリムルのバフ欲しいなってなる時も全然ありそうだしっていう感じですか。そんな感じで選べばいいと思います。あとは皆さんね、ちょっと、実際の戦闘力気になってる方は僕の使ってみた動画とか、そういったところの参考にしてみてください。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。